体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしましたスロー勢ですが、ちょっとこれは早いスタートがありました。早いスタートがありまして1周1マークとなります。内枠勢に早いスタートがありました。確定バックストレッチへと移ります。ファンの皆様にお知らせいたします。このレースは1番の島田、3番の梅木、この2艇がフライング変換欠場でございます。1番3番この2艇がフライング変換欠場です。1番と3番の組に関する投票権は全て変換となります。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースからあるが、このスタートはどうか、際どく踏み込んでいきました。1周1マークへ向かいます。1番のあるが先に回りますが、このレーススタート早いスタートあったようです。お知らせいたします。ファンの皆様にお知らせいたします。1番あるがフライング変換欠場です。1番の組に関する投票権すべて変換となります。お手持ちの投票権確定までどうぞ大切にお持ちください。進入スタイルはインコースから1番2番3番6番ダッシュ4番5番です。スタートしました。インと4コースオースト6コース、インコースと6コースはかなり踏み込んでおります。1号艇の荒川健太先前です。刺していくのが2号艇の笠原に真ん中割っていく。3号艇の佐々木康幸握っていったのが6号艇徳増、バック側へと入っていきましたが押し切りました。1号艇の荒川健太が先頭です。2番手ですが3号艇6号艇が内外並走でスタートは前提正常でした。2マークの攻防です。トップで回る1号艇の荒川、そして抑え込んでいく6号艇の徳増、2番手ちょっとぴょんぴょんしておりますが、6号艇の徳増がここで2番手上がっていきました。その6号艇の徳増を追っては競りながら3号艇5号艇、2マークでは1艇2号艇の笠原が立ち往生しております。バック側へと入っていきまして1号艇荒川が先頭です。2番手から続く6号艇の徳増、そして3番手は3号艇の佐々木康幸です。上位体系は163。お知らせをいたします。2号艇の笠原亮選手はエンストのため失格、2号艇はエンスト失格です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース先行先行1号艇先行転向手をつけてコースターセンター先行じわっていく。先行艇の西山翔一インコースから1号艇服部が行った。まくり刺そうと先行艇の西山外行った。おっとっと水しぶきが上がってしまいました。大丈夫でしょうか。なおこのスタートは前提正常なスタートでした。お知らせいたします。3号艇の西山翔一は転覆のため失格。進入から1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。2号艇高田、3号艇の池はいいスタートです。1周1マーク。1コースから伸ばしていく1号艇の池田はまずまくっていくのは2号艇の高浜。3号艇の井川が間から外では5号艇の塚本。バックストレッチ2号艇高浜、3号艇の井川が先頭争い。3番手は5号艇の塚本、2艇身3艇身リードを取っています。4号艇の山村、6号艇太田、1号艇の池田が横視線スタート正常でした。1周2マーク。先手打つのは3号艇の井川、2号艇の高浜で打ち入ってくる。3号艇の井川ボートが暴れる。で3号艇の井川、そして5号艇の塚本、6号艇の太田も6号艇太田演奏か、5号艇の塚本はレース復帰しています。お知らせがあります。3号艇の井川ですが妨害のため失格。3号艇が妨害失格。レース、スタートは正常でした。2号艇の高山先頭です。1号艇の池田、そして4号艇の山室3番手、6号艇の太田もエンストも4か失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。1号艇神田、2号艇の中野、3号艇マキースタートです。1周1マーク。1号艇の金田が逃げる。2号艇中野の差し外、3号艇のマキー、5号艇小林バックスレッジ。1号艇の金田が逃げる。2号艇中野の差し、しかし1手し1手し半リード。1号艇の金田が先頭、2番手2号艇中野、その後ろが3号艇のマキー、
6号艇加藤か、4号艇高間、5号艇小林、横一線続いてスタートステージを1周2番から直線コース、1号艇おっとバランス崩してしまいました。ホーム直線コース、先頭は2号艇の中田、3号艇の牧が2番手、3番手、5号艇小林、1号艇金田、1周2マークでアクシデントがありました。6日間シリーズのスカパー第18回ジェルシ杯開催2日目、今日は雪が降ったり止んだりというコンディションの中、対戦カードが進んできました。水面上は特選第12レースを迎えています。なおこのレース2号艇の岩崎雅也選手ですが、前走レースで負傷したため欠場となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。インコース1号艇岸恵子が思い切って踏み込んだ。6コースから6号艇斉藤優もただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。なおお知らせいたします。1号艇岸恵子フライング変換決勝、1号艇に関係のある投票券すべて変換です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースがトップ差0台スタートでしょうか。1号手の木下石の1マーク、このまま押し切る体勢。1号手の木下、2号手山下さす、3号手の村田がまくる、2番出し3番出し、4号手の久田、5号手の柳沢、さあ突破戦。1号手2号手バッチレースはインコース、2号手の山下、アドコース踏ん張ったこらえた1号手の木下、3番手まくった3号手の村田も内から4号手の久田、5号手の柳沢、一緒にコーラーの旋回トップ旋回。1号手木下、4号手5号手サッとする、アウトをかしてから展開割ってきたのは2号手の山下、 V 際は3号手の村田智也。なおスタートは絶対正常、後方6号手に走ってんと発生、先頭1号手の木下、2番手は2号手の山下、3番手上を救って3号手の村田、上位台計1二3です。ここでお知らせいたします。6号手の島倉都、一瞬にマークにおきまして転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。インセンターに打ってコースタートは1、2、3、4、1周の1枠ほぼ横一線のスリット体系から逃げ体勢。1号艇の吉永、3号艇の佐藤がまくり出す、入れるか流れた、内をくるっと2号艇の倉持にリバック直線コース、踏ん張りました。先頭1号艇吉永、2号差しから2号艇倉持が迫る、3番手は3号艇5号艇4号艇6号艇4艇大混戦。1周にコーラーの旋回、スタートは正常、トップ旋回。1号艇の吉永に待って4号艇6号艇コーナーアタック、2号艇の倉持ぶん回す、4号艇2号艇が競り合った、ブリおっと3号艇オート候補、2号艇にアクシデント発生となりました。先頭1号艇吉永に待っては3号艇4号艇5号艇サッタ優先でレースは2周目と移っております。先頭を抜けたのは1号艇吉永、2番手は4号艇3号艇5号艇サッタ優先で2周1番から向こう上面です。ここでお知らせいたします。4号艇の西村美智子は1周2マークにおきまして妨害のため失格、また2号艇の倉持リリ同じく1周2マークにおきましてこちらは転覆のため失格となりまして、河原正明、久田武、深沢勤、ダッシュスタート黒柳俊吾、佐藤俊介、イルミ系の体系。スタートしました。イントコのコースタートは1号艇の河原、4号艇クレー角からスッと出ていく、絞る4号艇ですが1号艇が応戦、4号艇クレーナギーマークです、間を割ってくる5号艇の佐藤切り込んで6号艇にアクシデント発生となりました。トップラスは1号艇5号艇4号艇佐藤先生はインコース4号艇のクレーナギー、アドコース1号艇の河原、真ん中通って5号艇佐藤、後方2艇は2号艇3号艇、一緒にコーラーの旋回、スタートは正常、押さえ込んでトップターン1号艇から打ち入った2号艇の久田小回り、4号艇差しに転じてはクレーナギー、5号艇外回って佐藤ですが、先頭1号艇の河原、リバットは4号艇のクレーナギ、3番手アウトコース通っては2号艇の久田、レースは2周目と移っております。ここは自己艇レスキューを避けてのターンということになります。先頭1号艇の河原、2番手が4号艇の黒柳、3番手で回ったのが2号艇の久田、上位体系142の体系となっています。ここでお知らせいたします。6号艇のイルミ系、1周1マークにおきまして転覆のため失格となりました。進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。
スタートしました。1コースから1番の宇佐美が好スタート。ダッシュ勢では5コースから5番の平田もいいスタートですが、伸ばして1番の宇佐美が先に回る。外をまくっていく3番の定金、内側からは差しのハンドルは2番の金子、さらには5番の平田と上がってきますが、さあ1番の宇佐美の内側から2番金子、5番の平田と上がってきます。スタートは前提正常でした。3手横並びの先頭争い、内側わずかに5番の平田優勢か、外には2番の金子に1番の宇佐美、一周にマークの旋回、そして後方では一定アクシデントが起きています。先頭には5番の平田が上がっています。お知らせいたします。3番の定金転覆のため失格です。3番の定金転覆のため失格となっております。新入園から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1番の村田が踏み込んでおります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。1番村田の陰線、2番の山本が差し込んでいますが、お知らせです。お知らせいたします。1番の村田はフライング変換欠場となっております。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。お待たせいたしました。第2レース予選競争の開始です。1号艇は真島仁、2号艇菊池光平、3号艇平本正幸、4号艇新見圭一、5号艇大橋純一郎、6号艇佐藤大輔、以上の6名です。なおこのレース6号艇の佐藤大輔選手は欠場予定です。6号艇の佐藤大輔選手は欠場予定となります。1番5番2番ダッシュ3番4番6番です。スタートしました。インと3コースインコース、これは際どいスタートとなってしまいました。ただいまのスタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせをいたします。ただいまのスタートにおきましてフライングが出てしまいました。1号艇の東本勝俊選手はフライングのため返還欠場、1番に関する投票権はすべて返還となります。どうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。4コースへ込んで外の2艇、5号艇6号艇好スタート、6号艇寄せてく、5号艇もついてく、1周1マーク、5号艇まくる、1号艇飛びついて内をついては2号艇と6号艇で、おっと1艇アクシデント、バックが抜けますが、トップ争いは3艇並んで内から2号艇6号艇5号艇で並走、スタートは正常でした。どうやら3号艇にアクシデントがあった模様。1周の2マーク、先手は2号艇の中島、その後ろで6号艇5号艇握り合って内からくるっと4号艇旋回のホーム側です。3号艇の池田雄一は1周の1マークでアクシデントにより失格。進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。5コースから5番の佐藤がトップスタートを切りました。さあ5番の佐藤が出ていきますが、内側3番の中村が抵抗する。この間に1番のカバイは逃げました。5番佐藤は大きく流れてしまった。そして後方では2番の浅見がアクシデント。スタートは前提正常でした。先頭は1番のカバイ、そして2番では3番中村に内から4番以下上がってきています。なお1周の1マークにおきまして2番の浅見転覆のため失格です。2番の浅見は転覆のため失格となりました。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。インから1号艇の荒いですが、これはスタート踏み込みすぎた模様です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。1号艇の新井翔吾フライング変換欠場でございます。1号艇の新井翔吾フライング変換欠場でございます。1番の組に関する投票券すべて変換となりますので、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。コース内から1、2、3、そして4、5、6です。さあ
カーブが切られましたが、これはちょっと早いスタートがあった模様。ただいまスタートは判定中です。投票券は大切にお持ちになっていてください。ただいまスタートは判定中です。投票券大切にお持ちください。お知らせします。ただいまのスタート、6番の無解除はフライング返還欠場、6番に関係する投票券は返還ですので大切にお持ちになっていてください。1番2番3番助走を乗せながら4番5番6番スタートしました。2号艇まさかダッシュがついた。5号艇武田、6号艇佐藤あたりも好旋回。さあ2号艇の増田、まっすぐ走りながらプレッシャーですが、1号艇前田崎コーナー先手を取った。さす2号艇の松田隆バックへ入ったが、1号艇の前田崎踏ん張っている。定間バック中間一定進で2号艇の松田隆であります。後方から5号艇武田真一の後は3号艇笠木伸びてくる伸び型ですが、3号艇の笠木、5号艇2番手争いはコーナー先手を取った武田。3号艇思い切る先頭ふわーっと流れて前田先、混戦5号艇武田、2号艇の松田が左右してくる。松田隆が1番の後旋回で抜き上げたか。松田隆武田真一が踏ん張ります。アウト1号艇前田ターンの方がぶっ飛び、3号艇の笠木が伸びて絡んでくる。1号艇外行った前田先、切り込んだ5号艇の武田真一が1番の広角度、1号艇よりもかなり3号艇さあ少し伸び始め、しかしながら遅いか3号艇の笠木。この瞬間1号艇の前田崎の方が前へいます。5号艇武田真一に1号艇の前田崎食い下がり、3号艇内目に冒頭書いた3号艇から4番6番とおっとここ絡んでしまい、3号艇の笠木コツンとアンラッキーな展開は転覆アクシデント。上位は2番5番1番です。お知らせいたします。6号艇の佐藤龍太郎選手、これは3号艇に対しての航路妨害、妨害、6号艇は妨害で3号艇接触アクシデントの転覆でしょうか、失格に敗れます。進入スタイルインコースから1番5番2番3番ダッシュ6番4番です。スタートしました。2コースあるいは4コース、さらにインも負けてないスタートになりました。1号艇の吉田亮太郎、しかしかぶせにかかってまくっていった5号艇の天野明生、おっと1マークくるくるっとなってしまいまして、1号艇の吉田亮太郎水しぶきが上がっております。なおこのスタートは前提正常でした。2マークの攻防へと移ります。トップで回るのが5号艇の天野明生です。2番手から続くのが2号艇の渡辺英二、さらに3番手は内をくるっと回りまして6号艇の新見、握っていったのが3号艇の今泉です。2周目と入っております。お知らせをいたします。1号艇の吉田亮太郎選手、エンストのため失格です。1号艇はエンスト失格です。G1 第63回東海地区選手権競争の5日目、続いては第5レースの一般競争です。なおこのレース5号艇にて上艇予定でした吉田亮太郎選手は全レース負傷のため欠場です。従いましてこの第5レースは5艇立てによる競争となります。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。イントニコース1号艇2号艇が揃って踏み込んだ。インコースから1号艇の新田が先行です。2コースから2号艇の天野が一旦待って刺す、外を回って3号艇の真島が旋回、内は入って2号艇後頭リードは現在一定シャント、わずかに1号艇新田が先頭、2番手追走2号艇天野、3番手の末3号艇4号艇接戦もインから半歩優勢4号艇後頭、スタートは正常です。1周にマーク3停止先行です。1号艇の新田、2番手追走2号艇天野、3番手5号艇の今泉が来た。懐から9号艇の後藤が刺してさばいてホームへ帰った。おっとおっと、後方ではアクシデントが発生しております。待機現在1フタ4となって5艇が2周目に入りました。2周1マークの前傾からバック直線折り返しました。お知らせいたします。6号艇の長島妨害のため失格、さらに3号艇の真島、こちらは転覆のため失格となっております。1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。
スタートしました。センター勢3号艇林、そして4号艇浜村、1、2コース1号艇太田、2号艇渡辺のスタートを決めました。逃げる1号艇太田、幕井田さん3号艇林、あるいは間から5号艇吉田、内側から4号艇浜村が続く。突破争い3艇広がっています。内側から4号艇浜村、間は3号艇林、外から1号艇太田が続く。後方では5号艇吉田が現在演奏状況、スタートは正常です。2マークは4号艇浜村が先制する。切り込んでくる3号艇足、外から1号艇太田が続きますが、5号艇吉田にアクシデントが発生しています。レースは2周目に入ります。このレースは5号艇吉田がバックスイッチにおきましてアクシデント失格となっています。1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。6艇それほど下がらないスタートになっています。わずかにインと角が好スタートですが、逃げる1号艇なめがや、3号艇足まくる、切り込んでくる2号艇村上、4号艇大谷が続く。逃げる1号艇なめが、さして迫ろうというのは2号艇村上、そして4号艇大谷と、この3艇の突破争い。内側から4号艇大谷、間2号艇村上、外は1号艇なめが、3艇固まってスタートは正常です。2マーク4号艇大谷が先制する。切り込んでくる2号艇村上になりますが、外4号艇大谷が先頭か、内側から一定審査2号艇村上が食い下がります。3番手から1号艇なめが、内側から4番手から3号艇矢橋が続きます。2周目に入って1マーク突破らせ、内側から2号艇村上が今度は先回っていく。4号艇大谷が差し返す。切り込んでくる4号艇大谷が2号艇村上を捕まえるか。うち4号艇大谷が現在先頭で、後方では一旦アクシデントがありました。6号艇板谷にアクシデントが発生しています。2周第2ターンマーク、先頭4号艇大谷が振り切るか、2号艇村上が切り込んできますが、外4号艇大谷が先頭、2番手2号艇村上、3番手1号艇なめが、4番2番1番の体系でスリットを通過します。このレースは2周1マークでアクシデントがありました。6号艇板谷が転覆のため失格となっています。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。第7レーススタートしました。さてここ2番の安田、4番の山本とこの兵庫勢、まずはいいスタートか。2番4番ダブルでまくっていく。おっとここで2番の安田がアクシデントでしょうか。なおスタートは正常です。先頭は4番の山本、そして2番手争い5番1番です。なお2号艇の安田選手が妨害失格となっています。のスタートは正常で、先頭が4番スラと5番1番がまだ2番手競り合いです。6号艇の高橋選手エンスト失格となりました。進入か1番2番3番4番番6番でスタートしました。3号艇杉間、4号艇の山田、おっとこのレース際どいタイミング、一周1マーク1号艇の藤本、そして内からも3号艇の杉間、2号艇の隅ですが、このレーススタート判定中です。際どいスタートありました。ただいまのスタートは判定中。お手持ちの投票券大切にお持ちください。このレース際どいスタートがありました。1周2マークに差しかかります3号艇杉間、そして1号艇の藤本ですが、ここでお知らせ。3号艇の杉間フライング変換欠場です。3号艇の杉間に関する投票券すべて変換払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番スタートしました。スロー勢3選手、徳島勢が好スタート。インカラトップスタートは1号艇瀬野達也です。逃げる1号艇瀬野達也、刺していく2号艇山田、まくる3号艇堀本、全速戦これが決まった。バックストレッチまくり決まった3号艇堀本先頭、後方行ってアクシデントが。なお第2レーススタートは正常です。先頭は3号艇堀本和也となっています。なお、お知らせいたします。5号艇上田隆明、転覆のため失格。5号艇上田は転覆のため失格です。1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました。早い。早いスタートがありました。一周の1マーク、先前1号艇、差しのハンドル2号艇、6号艇、3号艇でバック側に入りました。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして1番はフライング変換欠場です。1番に関します投票券はすべて変換されますので最後まで大切にお持ちください。1番2番3番6番4番5番です。スタートしました。
2コース2号艇が少し立ち遅れました。石の島区に各艇向かっていくところ、陰線先前体制1号艇にまっくり出してきた3号艇、閉鎖機が浮いた6号艇、煽りを食った、ついて2番入ってきますが、さあバック側、ここは逃げました。先頭は1号艇の宮迫信彦、5艇新相手4号艇の石川2番手追走、アウトコース差がなく2号艇の加藤、後ろは3号艇の竹富がやってきます。スタートは正常2マークトップで1号艇が回っていく、2着争い4号艇が先行、その後2番3番がホーム側に帰ってきています。お知らせいたします。3号艇の竹富智明は妨害失格となってしまいました。そして被害に遭いました6号艇の峰重雄二も失格となってしまいまして、進入スタイルインコースから1番5番2番3番ダッシュ6番4番です。スタートしました。2コースあるいは4コース、さらにインも負けてないスタートになりました。1号艇の吉田亮太郎、しかしかぶせにかかってまくっていった5号艇の天野明、おっと1マークくるくるっとなってしまいまして、1号艇の吉田亮太郎、水しぶきが上がっております。なおこのスタートは前提正常でした。2マークの攻防へと移ります。トップで回るのが5号艇の天野明夫です。2番手から続くのが2号艇の渡辺英二、さらに3番手は内をくるっと回りまして6号艇の新見、握っていったのが3号艇の今泉です。2周目と入っております。お知らせをいたします。1号艇の吉田亮太郎選手、エンストのため失格です。1号艇はエンスト失格です。